朗読な分で聞けオリジナルストーリー」「この番組は株式会社アルファの制作でお送りします中田祐心。 作コイントス、朗読、三重西綾乃の、表、か。自分の人生で決めていることがある。二択を迫られたら、コインで決める。 ただ一つのルールだ。本で読んだわけでも、臭い映画を見たわけでもない。何かルールがあれば、楽に生きていけるから。ただそれだけだ。とは言っても、十円玉を取り出し、自分の右手しか使わないわけだから、公平とは言えないわけで、やろうと思えば、コインの構え方、自分の力の入れ具合で、 調整なんていくらでもできてしまう。我ながら適当なルールだと思い返せばばかばかしくなる。キン。かぼく。耳で捉えられる音か疑わしいくらいの独特な音を鳴らして、十円玉が空中を舞う。真上に飛ばすのが意外と難しい。 鋭角な放物線を描いて落ちてくるのを左手の甲で待ち構える。甲に落ちてきそうになったところで落とさないように右手を乗せてコインを挟んで押さえる、ね。ここまでくれば、あとは運があるかないかを確かめるだけ。かと思いきや大事なことが残っている。一息ついて、ゆっくり。 ゆっくりとコインが表か裏かを確かめる。簡単なことだが、ふとした表紙に落としたらそれで終わりだ。左手は気持ち慎重に動かさないように。右手は少しずつコインが確認できるように演出してやる。これをおろそかにしたらルールを決めた意味がない。そして、 自分の運命を決める答えが手の中から顔を出す。表か。平等院鳳凰堂が描かれている面が上になり、自分の目に入ってきた。正確には法律上裏表の規定はないらしいが、みんなが思っていることなのだから、表だ。 これで自分の人生の選択肢が一つ決まった。今のコイントスで決まったことは、外に出るか出ないかだ。休みの日だから体を休めるために一日寝るのもいい。はたまた休みを謳歌するために外出もいい。朝起きて、 とりあえずどうしようか悩んだので、近くにあった十円玉でいつものコイントスをした。表だったので、今日は一日出かけてみよう。眠い目をこすって立ち上がり、外出する準備を始める。ご飯を食べて、歯を磨いて着替えて。さて、外に出るには、 サンダルか、靴か。何かに迷ったら、すぐに十円玉を取り出して、上に放る。いちいち時間がかからなくて便利だ。このおかげで、二択を迫られても一切悩まない。表か。サンダルを履いて、一日が始まる。今日の自分の運はどうだろう また十円玉を取り出して上に掘る。また表だ。三回表が出たなら今日は運がいい日だろう。そう思いつつゆっくりと歩き出した。こんな休日があってもいいじゃないか。十円で決まる運命もある。 そんな言葉を思いついて、思わず鼻で笑ってしまった。朗読な朗読な5分で聞きオリジリジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。